皆さんこんばんは今週も始まりましたピープルウェーブプラスアルファお相手はゴリラコーポレーションセナハイですけど後輩でお届けいたしますよろしくお願いします,ますあのー、またなんか二週連続同じ人の話するの申し訳ないなと思うんですけど、はい、あの後輩のギボックスって言うじゃないですかはいはいこの間のお笑い劇場があって、うん、まあお笑い劇場でこう久々にこうギボックスといろいろとお話ししたんですけど、はい、なんかまあ最近彼はあのタクシー運転手とあ芸人あ タクシ昔、はい、<laughs> のおかしな話だけどなそうそうそうで、うん、やっぱそのまあ一応ち,ちゃんとした、まあ、いわゆる会社員じゃないですかうん、うん、でその中で健康診断がありましたみたいな話をしててあ、まあ会社ではあるんだろうなそう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 ん、でもう今これ聞いてる人も多分ギクッとすると思うんですけどやっぱ引っかかるはい、はい、と今まであいつはこういろんな健康診断を受けてきたけど僕は健康でした、うん、と。 1、うん、5 0キロあるけど、うん、本当に僕は健康なんですって言ってた、うん、だから今回も自信満々に健康診断受けたらのた最初に何検査する前に先生の問診があるんですけど、うん、椅子に座った瞬間先生に「再検査ね」って言われたらしくて「<laughs> <laughs> そんなことある?あ<ー>」そう。そ検査前 前その問診する前の問診で座って「はい再検査ね」って言われもっと詳しくやなんとその健康診断ぐらいじゃそうそうまさにうちじゃ本当に手に負えないってもう見た目で決めつけて再検査って言われたらしくて僕まだ結果届いてないんですけど再検査なんですよっってそんなことあると思ってさ。いやまあでも もう医者の言うことですからまあ,まあ俺たちから見ても絶対に何かあるって思うじゃないかだから前々から、まあまあ、言ったらまあね容姿分からん人からするとあれですけど1、はい、5 0キロ以上あってそう体重がね体重がちょっと足の方がなんか色が違くて <laughs> すごい言いにくそうに言うな <laughs> <laughs> 本人もなんかライブとかでね、うん、そういうボケをやってはいるけどねまあなんか血液がちょっとサラサラになる薬とか飲んで、まあ、その時点で引っかかってるけどな <laughs> うん、なんかそれは遺伝か何かって言ってましたけどねそれの影響でこうなんか血が止まらなくなるみたいなのは言ってましたけど足がそうなんかち,ょちょっとこう黒ず、まあ、んでるというか血の血流が悪いみたいなので血,血液サラサラの薬飲んでて <laughs>、はい、かさぶた取ったら血がピューって出たっ,って。っ、うん、本人もライブで言ってたけどね。うん、でバスタオルを やってもバスタオルが真っ赤に染まるぐらい血が止まらなくなったって、やばいやばいってなって救急車を呼んだら、あの駆けつけた救急隊員がギボックスを見て担架を置いたっていう、ね。歩けますか？<laughs> <laughs> あ,あそんな話もありますけど。そうそう。いやで,でも引っかかるでしょそれ。<laughs> それ一応な。引、うん、っかからん方がおかしいた。ただ芸人としてはいやもうこんなに面白いエピソードがいっぱいできるさ。うん 一切ライブで話さんから、ね、いつ確かにない。<laughs> なんでっていういプライドあるんじゃない?い<や>。なんかその自分がね、健康っていう。のを。誇じしたいというか。まあ、そう思ったでしょ、うん、思うでしょう。だ俺も聞いたわけよ。何度もこんな面白い話あるのに。喋らないのっつったら。僕話下手なんですよ。いや、まあ、芸人としては致命的だよ。いや、致命的よ。面白いこと起こるのに。話せないと。<laughs> うん、<laughs> それと。 タクシー運転手としても致命的な気がするやつ対話ができないからな、<ー>お客さんとな。そただもうちゃんと話できるように、それ頑張らんといかんいやたださ。タクシー運転手としてこう、べーって言ったらお客さん乗ってきて、うん、急に、いや、僕今、血液サラサラの薬飲んでましたよ、ね。話,て話下手だろ、それ。<laughs> なんでおっちから言い始める <laughs> 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 こんな会話されても、えー、いそこはちゃんと会話できるように頑張らんといかん <laughs> っていう話でしょういやほんともったいないよなーと思いながらあげくの時にはちょゆうすけさんもう僕の代わり喋ってくださいって言われて、うん、もうだから今日今僕ここで、うん、あいつの面白い話を消化しようかなと思って、うん、あなるほど本当に笑いとしてね。うん <laughs> まあ、ちょいちょいやってるからねこういうの話は聞いたことあるって人もたくさんいるかもしれない,い,かれないけどね勝、うん、ったらまたまあ逆に、うん、でもトークとかだったら、うん、自分のエピソードより人のエピソードの方がうまく話せるみたいない、はい、それはちょっとあるななんかあるよねある、うん、あるあるある。うん というのも変な感じでんかトークを考えるときにこれも入れた方がいいかなこれも入れた方がいいかなちょっとまあよく俗に言う「盛る」っていうそうそうそうどれぐらい盛るかがあと自分の話だとちょっと調整が効かないことがあってちょっと盛りすぎた結果デイジ伝わらなくなるみたいなあるか別の話になってるみたいなそうそうそうまたあるよねいやんか例えばちょっとも汚い話するけどさそのなんか その漏らしてしてまったみたいなおならしようとしたら漏らしてしまったけど、うん、でも気付かずに滑り台滑ったから、うん、めっちゃパンツについたみたいなの、うん、言おうとしたらちょっと盛りすぎてそそうそう,そう盛りすぎて滑り台滑ったらなんかその。 ものの摩擦で燃えて、ズボンが燃えましたって言って、うん、あ、よ、よからの方向に行って全然面白くなくなるみたいな。うん、っていうのは過去に一回あります。モランケシムタン、こいつ持ったなって。っていうの持ってないよ、待っただけだよ。<laughs> <laughs> <laughs> それもうまくないし、あんまり。うん。 やっぱ自分の話になるとうまく伝わらないな。まあもうそうな言ってる俺もそうですけどね。まあそうな、まいい人でもないから。だからお前の話とギボックスの話は俺がやるよ。だ俺の話はお前がやってな。結果誰も面白くないねこれ。人の話をなるべくやったら盛り上がるみたいな。だそれで言ったら人の話させたらじゃないけどそういう面白い話させたらっていうのであのしんちゃんさんがもうめっちゃやばい。 <music> 一回あの西町ロックショーっていうあの昔やってたで、前だもう五年前ぐらいになりますか？いやいやもっと前もっと前下手したらー十年近く前じゃない？あの前 <laughs> 多分それぐらい前ですよね。本当そんななるか。だからそこでこう津田シンさんがこう出てたときにトークしてたけど、うん、こう自分の話もあったりだけど人の子の面白い話とか言ってる、大丈夫面白いけど全部、うん、ドッカンドッカン。 やばい。俺たちの話も話してほしいもん。あ売れるかも。新一さんにマイケルが人お願いしよう。ラジオの時も読んで、こういう面白い話があるんで、どうぞっつって。喋っても失礼だ。確かに、でも、しんちゃんさんが言ってくれたら、もしかしたら、デイジ面白くなって、あ、ゴリラ面白いなって。勘違いする人が増えるかもしれない。で、実際、ゴリラめっちゃ面白いエピソードあるか、ちょっと会ってみたいな。って会った、ら私。たとえ、ああ、お力、お力いってしまった。 んかそういうおら行っちゃったみたいなそう話慣れてればいいけどさ、うん、そういうなんかなんていうの あまり話慣れてない初おろしのトークとかはもうめっちゃドキドキするそっからあと手探りであと一個のオチを探しに行く、ね、そうそうそうああ落ちてないな <laughs> じゃあもう一回みたいなの頭の中でフル回転するっていうまあそういうことが見られそうなイベントが今週土曜日にありますね都市伝説のね<ー>イベントはそういうのあるかもしれないんでぜひ見に来てください。うん

プアアットマークアロキナドットシーオードットジェイピーまで。ぜひ番組ツイッターもやってます。ぜひぜひ、番組聞きながらツイッターも参加してください。その際にはハッシュタグつけて、カタカナでピープルウェーブ、ハッシュタグつけて、カタカナでラジオ。漢字で沖縄も書いて、つぶやいてください。お願いします。また正式ラインの登録もね、ぜひぜひよろしくお願いします。また先週からね、ポッドキャストでも聞けるようになった。そうなんですよ。全世界で聞けます。うん。またサブスクとかでもね。そけるようになってるっていうことですんで、ぜひぜひそちらでも聞いてみてください。お願いします。 さあじゃあ始めていきましょうか、うん、さあそ続くメールも届いてるんで紹介しましょうか、はい、ありがとうございますはい、えー、便利で安いってお得よねって来てます、うんうん、ゴリラナコーポレーションのゆうすけさんコウヘイさん今週の秋のりこんばんは,こんばんはマイナンバーナンバー二番ポジティブなポッチャリポジッチャリなヤンバルのキッシースハ<い>ーサさ,さびょうん。先月百均に行ったら 前から欲しかった耳毛専用のカミソリが売られてあって探し求めていたものがついにあったからヒーって行っちゃったよねあギボックス出てきたギボックス出てたのにそう。で早速使ってみたら耳毛が剃られてる感じがしないってどんだけ斧は使いようなんで綺麗に耳毛が剃れるように器用さレベルを上げなきゃ器用さレベルを上げなきゃミソール かっこ腹にそろいや、そんなに面白くはない。<laughs> そんなに面白くはない。ゴリラのお二人さんは、家電を買い替えるなら、高くて安心のメーカー、もんと。安くてお買い得だけど、聞いたことないメーカーの、どれを買いますか。じゃ、今日も最後まで、千葉利用っていうことで。究極の選択だなあ。耳毛剃ったことないな。そうだね。なんかでも、耳毛が確かに、こうふさふさな人とかいたりするよね。うん、おじいちゃんとか。あ、そう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 。イメージある。 けど、自分、耳毛生えてるね、とか言われたこともないんだけど。ちょっと、言いにくくない?。耳毛生えてるよ。って、うん、鼻毛と耳毛だったら。うん。鼻毛が、あ、いや、耳毛が言いやすいかな、<laughs> まだ、まだ。<laughs> うん、もう、でも、ちょっと、やっぱ、ちょデリケートなところですからね。まあ、鼻毛とかさ毛やな。うん。女性とかね。まあ、ど同性だと、意外と、言える。まあ、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 高げてるって。関係性もあるしね。うん、まあ、気りとかだったら、ガンガン言えるじゃないですか。やっぱ、もう。<laughs> 仲良しですからね秋キとは変な顔して笑ってそんなことないですよみたいな自分で言って自分で仲悪くしてるうん異性だとなちょっと言いづらいっちゃ言いづらいよなどこまで言える異性に例えばそのまあ鼻毛出てるよと関係性はどんぐらいちょっとそこの基準は決めときたいなじゃあ分かったあ待ってよそうだそうだな友達 友達、うん、まあもうよく会って遊んだりするそうだ、ね、友達友達友達全然こっちも着はないえない全然着はない友達でおワンちゃん <laughs> <laughs> ちそんな微妙な設定 <laughs> 入れてきたら。<laughs> なんかいろいろ変わってくるさあ、そうかなんか多分そしたらワンちゃんいけそうな人だったら多分狙ってる人だったら言わないでしょ言わないはずでしょ？出てても行くはずなでしょそうしたらちょっといろいろ変わってくるから友達友達本当にフラットな友達友達ねははいいでえっとまあ例えばえっとお鼻毛お鼻毛お鼻毛とえっとお耳毛耳毛。えあとはなんだろうな汗えのに汗おいみたいなああはいはい汗の匂いとかなえ口臭とか。 ああ女子から講習しなんかあんまりないけどなファスナーああ女子のあええー、女子のじゃあいこ個潰しファスナー言えるやつさああなるほどねファスナーは言えるまあその人のためでもあるしね確かにね<ー>言えんな俺。 いや、なんか、今ずっと見てるだろ、お前。いや、いや、言わんでから。違う。ムービー、ムービー、ムービー、バカバカ。違う。なんか、行った時になんか。え、何この人みたいな、なんて、思われそうだなっていう。その、なんか、わかる。見た目がこうだから。いや、それはもうひげしすぎでしょお前。いや、いや、いや、そんな思わんって。だから、もう、ずっと気づいてるけど、怪しいよと思った時に、パッて、見て。あれ、あれ。って言うとか。あ、その。今気づいたみたい。なああ、なるほどね。うん。 あ言えるかなんか分からんけどその右側に女性がいてるとしたらパッて見て「あれ?」って言って反対側見ながら明確して「ああファスナーファスナーてるわなっていう可能性はある本当に「えはいファスナー空いてるぜ」っていうまあ普通にでしょ一番だもんと友達だったら言えるかなファスナー空いてるしめた方がいい言えるかもなまあこっそり言うか「えへ」って言ってそうだね 耳毛は言わんかもな。ちょっね、違わんかな。毛とかは。もしかしたら気づいてて何もしてない可能性もあるさ。まあまあ今はな、時代はな、伸ばしてるとかな。なんでこれ三つ編みしようとしたんですみたあ、すいませんでした。慣れはなりやすいからな。花毛、花毛もな、友達。ま、見たことはないけどね。女性の方で鼻毛出てるっていうのはなかなか。 言えないな言えないな男の人でも言えないかもしれない俺同性でもああまあめちゃくちゃかっこいい人とかがなんかめっちゃ鼻毛出てたみたいなうんいや言えないな言えない後輩とかだったら言えるかもしれないけど先輩とか同級生とかだったら言えないかもしれんなあ逆にむずいなあるかもなむずいむずいちょっとこの辺は。 皆さんどうでしょうかね。何も言えないです。僕は結果家電どうですか？家電そんなに僕気にしないですね。メーカー安いもん。買うってこと。うん。安すぎないもの買う。あ、真ん中ぐらいだから、そう。あそこそこ知ってて高すぎないものっていうところ行くかな。うんえ何だろう？ま、韓国とかのメーカーみたいなの。でもそんなに気にしないかもしれない。値段とかね。俺でも結構これで失敗してるんだよね。この俺でもなんかお前こだわってるイメージがある。 こだわりじゃないまあ一応んか好きなメーカーとかあるけど安くてお買い得なんだけどを買ってまあそんなもたんと壊れるのが早いよりはやっぱその安心ちょっと張るけど安心の方が長く見て経済的だなっていうのをいろいろ初期投資が大変だけどまあねとある某所では家電は買わないとは決めてるところはあるけどね。 あそのおお店店ねそそそううこで買った電子レンジとかがすぐ壊れたりしょったからっていうのでなんかメーカーというかお店お店はある同じメーカーでもこの店では買わんみたいなとりあえずもうその店にあるものは全部信用してないっていう家電に関してはこれでも大事よなお店からするとその信用問題じゃないですかお客さんに対してのそうそうそう難しいよありがとうございますありがとうございますじゃあ続いていきましょうはい 養生ライブ、うん、えー、北極オラウータンコーポレーションさん秋のりしいつもクリア投稿をご提供いただきましたありがとうございます私の番号31名古屋の花粉症が少し楽になったダンサーでございますいえ情報量超多い <laughs> <laughs> いや俺はもうもう見てるけど見てないふりしてるわで,でしょ、うん、もうお前見てるからまだ俺聞いてるだけだからもうそもそも。<laughs> もう名前も違うしみたいな全部違うからこれ俺たち当てじゃないで毎回ね枕を変えてくるっていうあたりがねんかね「洋上ライブ」「太平洋の洋」の上ライブをモビー・ディック号されるのですか?」うん終わってるかままあ終わってす言うんで実はモビー・ディック号に乗船したことがあります。うん お食事と音楽ライブのイベントに参加しましたがとても良かったですね、はい、かったそのモビーディック号でライブをされるのですねうんしました、えー、今度は絶対行きたいと思うので早めの告知をお願いできますかはい嫁もタイミングが合えばぜひ行きたいと言っていますぜひ<う>素早い告知をお願いできればと思いますはい。よろしくお願い致いしますはい、うん こクレームですか、ね。<laughs> クレームですよね。いや、ね、いや行きたかったけど、あ知らんかったじゃないですか。<laughs> あ、あなるでも、いや、早く、いやどれぐらい早くかにもよりますけどね。<laughs> 僕らに来るのも、ちょっとギリギリだったりとか。今回、ちょっと一回延期なっちゃったんだよね。二回なっ、二回なったか。伸びて伸びてっていうので、<laughs> 僕らに来た時、本当は正月ぐらいやったんですよ。 そう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 ん、で僕らに来た段階では、うん、この日にやりますって来た段階ではすぐ出してはいますね。うん出してます、うん。そうそうそう,そうなのでだからどこでちょっと出てくるっていうのがね分からんからどんぐらい前かっていうのだからもうその都度もうウエストマリンにちょっと問い合わせといた方がいいんじゃないですか。<laughs> 大変だ。明日の もしかしかてゴリラ人気あるんじゃねみたいな <laughs> なるほどねで月1ぐらいもうずっとモビーディック号乗れるかもしれない毎回2人しか来ないみたいなガソリン代ちゃうちゃうなん 2, 2回目で気付く「違うな」と「<laughs> ゴリラ人気ないな」ってバカ野郎あるかもしれないまあでも県外からってなると早いければ早い方がいいもんね12、ね、ヶ月前とかに分かってればってなるけど大体イベントってまあ早くても1ヶ月前。 情報解禁がね、うん、そうなんかまだだめとかだったりするからね特に今コロナで読めないんでしょっと一応今なんか出そうだからちょっと待ってもらえますかとかそ,うそ,うそんなのもあるから結構難しいんですよね集客もそうだから本当に僕ら今はちょっと情報解禁待ってくださいみたいに言われてるのあるかなと思ったけどなかったです。ね あでもこっちも来てくれた方いるかなうん聞いてる方ででありがとうございますありがとうございました本当にうんほしめてのはののりましょうらねうんうんちょこちやってますよねうんリック号のイベントなんかいろんなねあの大道芸だったりマジシャンだったりとかもあるらしいですようんあありがとうございますぜひ次回あればねはいあこれが好評であればあると思うんであそうですねうんはい好評じゃなければそれはそれでと思ってくださいそんな明確に言わなくていい

ちょっと前は千葉なの方はまだ俺も何回か行ったことありますけど千葉花かあの敷地内というかなんかあるあるんですよえっあさととかわかんないなあさとのバイパス沿いあさとのバイパス沿いってことは330でしょうえっ、ー、あ,<ー>あったんだん知らないな知らない知らない茶炭の浜屋の近くもわかんないな分からんな この人はつともさんつともさんわからんなあいやでもデカ盛りでいいよねこっちね美味しい美味しいねデカ盛りで言今だったらドラゴンラーメンとか昔からあるあそれこそ千葉の方か合わせにもありますターンの方あとはチャタンにあるね茶碗なんか学生の強い味方っていうイメージがあるチャーハンがうまいんだよな 急に食べたくなるよねラーメンもででかかかかいいいいいししが死にに力士のののの優勝時みみたたたなななななな感じどっっっりてすすちちょょとと行きくるねこん聞らチェックま番組へメールまままだだおお待ちしてりすメールアドレスすべて小文字で pwa.roki.co.jp n a a w プはアットマークアールオーキナードットシーオードットジェイピーまでよろしくお願いします。じゃあちょっとコーナーいきましょうか。いはい。はいこちら八六四単価。はいこのコーナーはラジオ沖縄の周波数八六四もしくはワイド FM 九三一に合わせて単価を送ってきてもらうというコーナーです。は<い>えー、今日も届いてますがこの中から面白かった MVP もしくは VIP を一人決めたいと思います。はい。さあそれでは早速いきましょうか。は<い>えー、まずは私の番号サーティンは名古屋のダンサーズさん。 肩、首が痛い。<laughs> カレーだとは。思わず。うん、カレーとは認めたくない。なるほどね。あら、合うよね。さあ、続いて。オッケーええー、ゆうすけさん、こいさん、きみさん、こんばんは。こんばんは。味噌煮込みすきです。百六<え>番、効率悪い、味噌煮込みすきです。まあ、二回自己紹介してくれてます。<laughs> いや、一回にしれ。ニーブイしすぎて。仕事進ま。 内容。うん、たまにあるよね。うん、この機構で午後からの仕事が進まず、仕事が消化しきれてない。怖い。なんか、こう、沖縄と本土では、またこの時期の気候って、ちょっと違うじゃないですか。あ、違うな。う沖縄もじめじめしてるじゃないですか。梅雨もう梅雨に入っていく状態。眠ろうもんなら、起きたら汗だくじゃないですか。やばいことになるさ。 今日皿洗って終わったらびっくりするぐらいタンクトップ濡れてましたからね。<laughs> っとって洗ってるだけで汗かいたってこと水がはねたとかじゃない。<laughs> 一回変えたもん。<laughs> なんかそうだな、うん、デブだな。<笑><笑>痩せたとはいえまだまだみたいだな。まだまだだな。ほんとえー、じゃあ続いて「いゴリラックマきのり巻きあられちゃん」。 チャイナタウンさん皆さんこんばんはこんばんはよく出す、うん、普段からププおばあになると出るよねお,おならのことですかねよく母を観察したおなら単価ですあほ本当自分のことじゃなくて <laughs> でも <laughs> おじいとかおばあとかどこでもやるよな。わ、うん、たおばあがブッってやって「うんうん、あっい,いえな」ってわけよ。<laughs> いやいやいやあい,いえな」って「おばあ自分でしょ」っつって言「やみ」ってわけいやいやおばあだからもうだからもう声優聞かないんだろうな。なんかなんか3円とかレジとか並んでても前におじいとかがいてブッってやられた時にいやみんな一応見るさ。ままままあ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 、まあうん 俺じゃないっても言ってもいい気なんし <laughs> いやいや言っていいよお前じゃないんだったら <laughs> おじ頼むぜっていう,うな<ー>でたまに本当に人がいないと思ってやった後ろにいた時とかもあるさこっちがあ<る>そん時もう動揺してる時でぶってやった時にあってなってあがっていってしまうわけ俺ぶっあ <laughs> それお前もお尻切れてるでしょ。よ <laughs> うう痛くないよイメージ痛くないけどなんかもう動揺してる時っていってしまうみたいな本当は痛くないよ かるでもスーパーとかの,あの,、まあ、その間からさで、えー、缶詰コーナーお菓子コーナーとかはい、はい、ただね、はいはい、誰もいないとこでねちょっとすかす時あるじゃないですか。まあまあまあ最低<す>だけどなすかして10秒ぐらい待つじゃないですか誰も来ないかな <laughs> その時ちょっとスッって入ってくる人がいる時怖いよね。怖いよね。ああバレるんだ。あバレる。その時ちょっとそっちに俺向かっていくもんね。あのもうちょっとあっち側にはイカさんみたいな。あすいません。みたいな。マンツオマンディフェン消えたかなぐらいに。そんなのでだからエレベーター内とかもさ、そのやって逃げる人とか、自分がやってないけど。 誰かがスかしてめっちゃ臭くなってきたときに新しく人が入ってきたときに俺なんかをチラって見られるみたいなああ。<laughs> 俺じゃないのに。そう絶対疑われるんだよな、うん、そういうのな。うん本当に。じゃあ続いていう <laughs> もう忘れてしまったないよ。九三一いきましょうか。はいはいえ九三一え百六番再発はダメ絶対ミス煮込みスキーさん。はい、荷物重かったから痛むよ。うん えちょっと重いの持ったら翌日半月板痛み出しましたそうよな <laughs> 無理は禁物ですよまはねく、うん、るよ、うん、本当に年齢を重ねると、うん、じゃあラストいきましょうはい、えー、ゴリラ・キノリチナさん皆さんこんばんにゃー早速いくよということでヨコさんですね <laughs> お菓子止まらないよどうする <laughs>、うん シンプルですね、うん、心の叫びですね、はい、さあ、えー、これだから MVP もしくは VIP を一人決めましょう、うん、まあじゃあ今日はちょっとあれなんですけども話が盛り上がったってことで八六四のいよこさんですかねいよこさん、いよこ母を観察したね、はいうん、おなら短歌です、はい、じゃあおめでとうございます本日の MVP もしくは VIP はい、えー、よこさんプ普段からププおばあになると出るよね もししかたらもう何振りかまわず出し始めたらオバーなのかもしれんなうん確かになどこでもやり始めたらそうだなおじいの場合はどうなるかってところもあるけどねやったのもなんか別にみたいな顔してるからなまあ何も同人いやまあそう悪くはないけどね悪くはないけどちょっと「ごめんなさいね」であるとかわいげがあるというかね俺でもないってもう分かるし はいはい、えー、という感じで、えー、ぜひぜひ皆さんも参加してくださいよろしくお願いします<い>以上八億四単価のコーナーでしたビープルウェーブプラスアルファコリラコープレーションがお届けしておりますお願いしますそうじゃあこのへ行きましょうかね<い>じゃ行きましょうこちら県内案内 はい、えー、このコーナーは県内にある名所などを紹介していくというコーナーとなっておりますさあ今日紹介する場所はですね俺紹介してんねんないな合わせビジュルを紹介しようかなと思って怪しいなあ紹介したような気がするな俺も今言ったけど怪しいビジュルの話はしてると思う、まあ、そうそうビジュルのねでも一応せっかくなんで合わせビジュル <laughs> 俺も今今喋ってて紹介したような気がしてきたななんかめっちゃやってるような気がするけどな じゃあ紹介しなない,いこうかな <laughs> そのまま俺の長渕剛のものまねしようかな <laughs> まあじゃあ,あの一応ねあのもし紹介したとしてもだいぶ前だと思うのでみんな忘れてることを願って合わせビジュールの紹介しましょう復習ということで、はいまあ、合わせビジュールってまあ何のことだっていう方もいると思いますがみんな知ってるかもしれないでねもう。<laughs> <laughs> 紹介いやごめん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 復習しよう復習しようじゃあもうあの神社なんですけど合わせにある神社なんですよね意外と知らない人多いよねそう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 このしかもカタカナでビジュルって書いてる合わせビジュルっていうねビジジュルっていうねはいここ神社でまあご利益的にはねまあ子宝とか安産祈願とかまあ骨通安全とかまあいろいろあるんですけどもまあ特に こうだからと安全祈願が有名でここ全国から参拝に訪れる人がいるって言われてるんですけどでそもそもこの「ビジュル」って珍しい名前じゃないですか。こののののビジュルの名前の由来っていうのが 合わせ美と合わせにあるんですけどそこに石碑があってつらつらつらって書いてるんですけどものすごく長くねでちょっとわかりにくいそうそうそうなのでちょっと簡単にまとめるとまあもともと首里王府の役人として読谷で勤めてた人高橋さんっていう人が合わせに移り住んできてその時の合わせってもう干なんですよもう。でそう埋め立てられてないていそうそうそこに移り住んできた人が。 んだこれはと、うん、この霊,霊,石霊剣あらたかあたまあいいやすごい <laughs> まあいいやじゃない <laughs> ちゃんと言え,えっとこういう霊剣あらたかっていうなんかそのまあすごい効果があると、うん、なんかそういう力の持った石だっていうことではい、はい、それを祀ったのがこの「合わせびじゅる」の始まりと、うん、でこの「びじゅる」っていうこういう石のことを「びじゅる」っていうんですよはい、はい、だから「合わせびじゅる」っていう神社の名前になってるんですけど、うんうん、で えっと、ここなんかこう合わせビジュルそれからもお何って言うのこの人が持ち帰って祭ったところどんどんこうなんかご利益があって、うん、今の合わせビジュルになるんですけど、うん、実はこれ合わせビジュルの近くにこういろいろ右がんがたくさんあるんですよ合わせって、うん、歌木というか。でその中でこう僕ちょっと面白いところを見つけて。 もうこれ今合わせ美術なんでしょう終わりね他にある美術美術というかえっと龍宮神があって合わせにね、うん、すごい米軍基地のフェンス沿いにあるんですけどいやがなんかお酒飲んでるとこだろ <laughs> からまっすぐだろ <laughs> うんまあ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 そうまあそうだね <laughs> そうそう龍宮神って沖縄本当ない結構いろいろなところにあるのわかります、うん、なんか海のそばとか結構あるじゃないですかあ,あるあるある、まあ、そもそもこの龍宮神が何なのかなっていうのもわからない人ともいると思いますけどもともと沖縄って まあ、アニミズム的なその自然崇拝みたいなのがあって、うん、でその中の一つでこう竜宮神っていうのは「にら行かない」って言って、うん、まあ神様が住んでるって言われてる国の国とか場所に対するこの何、うん、て言うかな右眼鏡っていうのがこの竜宮神なんですよ。はいはい、でそういう海にまつわる何かあるところの近くに置かれてるっていうのがまあこの竜宮神ではい、はい、で合わせにもありまして。 もともと合わせのこの龍宮神が置かれているところ干潟の方なんですけど、うん、まあここですごく量とかが盛んだったっていうので、うん、多分この龍宮神が祀られてると思うんですけど、うん、ちょっとね周り行く方いたらね結構犬の本とか落ちてるんで気をつけてくださいそうなんですよ <laughs> でこの本当ににこの合わせの龍宮神にあのまつわるちょっと伝説があって<う>ここなんかね「久我に子犬」っていうあの伝説があるんですよな、うん、なんんかかあのー、どんなののど黄金 犬っていうそうなんか貧しい親子がこう雨に濡れて売り物にならなくなってしまった薪をこうリ宮の神様に捧げたとそうすると海の中から竜宮の使いが現れてお茶を沸かす薪をくれたお前に褒美をやろうっていうことで金と犬どちらか選べと。っていうことでこの親子は犬を選んだと金じゃなくてねでそしたらしばらくこの犬飼ってるとこの犬が黄金のうんこをするようになったと。 素晴らしいそう <laughs> そこでこの親子は大金持ちになるっていう話ちょっとなんか昔話聞いたことあるなんか銀の金の,ののみた,みたいな感じでそうそうそう,そうもしかしたらだからあの黄金の方を選んでたら黄金が犬産んだ可能性もあるそれは分からん <laughs> 黄金がうんこになった可能性も <laughs> あるああそっちかそう<ー>だからこの「久我に子犬」っていうその伝説があるから、うん、向こうは犬の糞が多いのかもしれない、うん ああ、今、無理やり繋げた。<laughs> いや、でも、本当、<laughs> いや、でも、本当に多いわけよ。<う>多いわけよ、<laughs> あっち。犬の糞、めっちゃあるわけよ。多いわけよ。だから。あ,あるかもしれない。俺も、あそこ、よく行くから、うん、めっちゃ犬の糞多い。散歩させて、うんこさせないの、むかつくやす、あ、片付けないの、うん、むかつくやつだと思ったけど。この伝説聞いたから。そういうことだと。うん、うんこがあるんだ。しょうがない。うん なるかぼけや拾え <laughs> 拾って歩いてるだろこれお家に置いてるだろうこれいつか黄金 <laughs> になるかもしれんって俺は本当にまれに見るうんこマニアだからさ変 <laughs> <laughs> な風に捉える <laughs> っていうでもそういうお話があってあ,<ー>あなんか面白いなっていうねだからなんかそういった海に浮いてる石とかもなんかその名前なんだ <laughs> えー、ビジュルビジュルじゃない呼び方なんかなんかったっけ霊剣新たかああなんだなんかあれあるさだからあのー こうとかああそう鯨の感じでなんかやっぱりそういう高級なものだったかもしれないね王子のそう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 真っ向ウクジラのあれかもうなんか、うん、そうんこの話ばっかりですけどそうだなあ<ー>そうそうだここあのー、なんかそのまあ竜宮神もそうですけど、うん、竜宮神でいうとだから中城とかもさあ,<ー>あの熊熊、えー、じゃないあ,、ね、あの泊まりの方かな うん、あっちどこっていっ一番難しいんだよな。そうそうそう、そ中城に <laughs>、うん、その竜宮神の祠があるところがあって。はい、なんでこんななんでもない海にと思うけど、うん、中ぐすく城城後から見ると、うん、上から見ると。うん、そこだいぶリーフがこうぐうってなんていうの、陸地近くまで入ってて。うんはいはい 昔の文献とああなるほどね。っていう話があったりするからじゃあもしかしたらそういう旅の祈願とかもだからそうなかもしら今ではただの海だけど、うん、こっちに竜宮神があるってことは昔何かあったんじゃないかみたいなのもちょっと分かるそうちょっと楽しいなっていう。うんうん え今回に関しては犬の糞がたくさんある窮屈し黄金のそれ聞いたらでもあ犬の糞があるの納得できるというそうそうそうちょっと納得してはいけないいけないことだけど今の世の中で言うとなそうそうそうでもなんかちょっとだけ笑えるね伝説があるっていうお話ですいいですね一時やどんなこともこういうこともありますよねだまだまだ沖縄いっぱいあるからねそうなのでちょっとたまたまね <laughs> うん、いやたまたもじゃないたもたまたもじゃないですかと、ねうん、いうことなのでぜひ皆さんもね、うん、え県内回ってみてはいかがでしょうか、うん、以上県内案内のコーナーでした I.E.P. プレーブプラスアルフはゴリラコーポレーションがお届けしております。うん、久々に聞いたらこのジングル。初めてじゃないか。な、そうなの。二回目くらいだよね。うん、なんかそう。ミーカーさんの話した？ミーカーさんの話してない。うん 何,だろう何からだろう全くごめん全く今三河さんで思い出したけど、うん、なんか今多分時期的に家庭訪問とかの時期なのかなあまあそうだね4月んかあの今日知り合いのおばちゃんと話してて、うん、まあ昔先生だったっていうおばちゃんなんだけど、うん、なんか昔の家庭訪問とかでは。うん なんか刺身とかビールとか出したみたいなこと聞いたことあって、えー、いい時代といや、まあ、まおなんか先生と飲みたい <laughs> まあがっつりは飲まないと思うけど <laughs>、うん、だから先生だったっていうから、うん、もうこの人も70ぐらいかな、うん、か昔こんな感じだったんですよねーって聞いたら、うん、は違うし違うんかいいやだから分からん地域によって違うのか、うん、なんかでも北部とかありそう結構独特さなんかね なん俺だから美かさんとかマンとかマンもありそういや間違ってたすいませんねだから地域によって違うのかな調べてみたいね面白い家庭訪問でいったうちの実家がさ駐車場がしに入れにくいんですよ難しいんですよちょっとくの字に曲がってるというかぶつかってくる車いるしなあれはうちのカーブがあるからなデージツイートとしてくるんだよで先生が頭から突っ込んでからこのバックで入れきれないから車庫にねバーって入れて 帰り出せなくなって助けてくださいって言われたことはありましたけど。そうよだからそれで言ったらねやっぱり車で回ってるさ。うんうんうんみんななんか俺なんか昔はね先生あ誰々の落ちてるよって言ったらじゃあ車乗ってから一緒に教えてみたいな。あったあったあった。今もしかしたらそういうのも厳しいのかもしれんけど。多分ね今多分地図書くんじゃないかな。地図書く描く。だよねだからそれで多分先生が本当に探し出していかないといけないからトムソーヤの冒険みたいな感じで。でも今ネットだから。 住所入れればもうグーグルマップすぐ出てくるから確かになあ<ー>多分あの先生が間違えてこのグーグルマップじゃなくて大島てるのをグ,グマップで探して生徒のうち炎ついてるなっつって <laughs> <laughs> 自己物件だっつってそういうのがわかるやつね <laughs> みたいなあるんですよねあ<ー>はい、うんあはい、じゃあメール紹介しましょうね、うんえー、ゴリラのお二人さんあきのりさんリスナーの皆さんこんばんはんばんマイナンバーナンバー56 ちょっと大きめのピン止めをしている7です <laughs>。だんだんイメージできてきたよ。ちょっと輪郭ができてきたるねききた。ちょっと大きめのピンね。<laughs> 4月16日に行われた FEC お笑い劇場お疲れ様でした。ありがとうございます。もちろん全組の芸人さんのネタ面白かったです。ありがとう。ゴリラコーポレーションさんのネタはいつもと違った感じで面白かったです。あ,ありがたい。6ヶ月連続1位おめでとうございます。ありがとうございます。始まる前 ロビーでゆうすけさん見かけたような気がしますが、うん、いましたか <laughs> それと舞台から見えてましたか <laughs> <laughs> なかなか聞いてくるお客さんあんまりないですけどね,ね、うん、常にてめえ見てねえよ <laughs> 見てあげろよお前話は変わりますがどうでもいい話を聞いてください <laughs> ああいいよなあちゃんどうでもいい話好きよえ私猫じゃないのに返事するときにたまににゃんと返事します、うん、親に猫なのと聞かれます うん。多分あだ名が7だからにゃんって返事してるんだはず。かっこ知らんけど。えじゃ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 。本人知らんかったらこっちもっとはってないでよ。7でなんでにゃんなのということで、ええええ、ネタもこっちも中身すっからすっから空っぽなので、この辺で失礼します。す <laughs> っ, <laughs> っからかんじゃないんだすっから空っぽ。

みたいなワンワンみたいな名前だったら多分バウって変でするわけですでで外国寄りのバウ外国の聞こえ方の。いや多分ウバウみたいな。そういうのあるかもしれんな。まあでもなんかいるじゃないですかでも言う女の子とかって言ったじゃないですか。にゃんて俺たち時代特にいたんじゃん。まあまあぶりっ子全盛期なのかもしれない。いいやた一人 いや高校の時にいてその本人は多分ブリッコのつもりじゃないんだよ俺も知ってる知ってるかわいい名前の子二文字の名前は出さんけど <laughs> 俺はめっちゃ好きでなんかそのもうめっちゃ印象的なのが高校時代になんか発表するときに「うん、発表します」みたいな感じの喋り方してちょっとかわいいちょっとててニにみたいなね「発表します」なんとかなんとかなんとかっていうのを聞いて。 かわいいとか、ね、<laughs> かわいいじゃあけるタイプだ,タイプだいやめっちゃかわい,いかったな<ー>ただなんかやっぱこれごめんこれはいいやこれは本人のことを思って言っちゃ言わないこ <laughs> いろいろ何かその当時付き合った彼氏と会ったみたいですけどね知 <laughs> らんけど苦手だなあとナナちゃんあの,あのお笑い劇場の時にロビーいましたね、うんうん あの俺見てない俺めっちゃ見て入ってきた時にお父さんとこう切ってた時に「奈々ちゃん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 」「ちゃん、聞こえるぐらいはいこれぐらいの精度で「奈々ちゃん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 ああああいった」「無視されましたね奈々ちゃんいたよ俺」 お父さんもいたお父さんもいたお父さんも気づいてなかったお父さんも気づいてなかったなあじゃあ相当無視されてるのこれ <laughs> だから多分無視だと思うんだよ、ね、<laughs> それはもう結構な無視だと思うんですそう。だから逆にもうここまで来るとそのほら俺がこう話しかけてるのに、うん、こう見てないってなったら二、うん、人の印象が悪くなっちゃうから、ねはいはい、もう声かけずに、うん、ガッて向けようかなかその方がいいかもない逆になん これお父さんだったっつってこれお父さんだっつってお父さんでもいいよもうお父さんって言えばもうそうだねあと一回ぐらい頑張ってみようかなうあと一回一気にやっても気づかなかったらもう声かけないかな向かせるはいありがとうございます続いて柚佑さん浩平さんあきのりさんこんばんみそ106番みそ煮込みスキーですはいありがとうございますサニーでたさもらったエピソードはないけど去年の秋 見知らぬおじいにかぼちゃもらったエピソードはあるよ、うん、田んぼの真ん中にある人間ドックに行ったら帰りバスがなくて田んぼの真ん中にある人間ドック見てんのなんだどうした帰りバスがなくて仕方なく歩いていたら畑から声かけられてかぼちゃとつる紫もらった、うん、しかも膝悪いのに気がついてバスがたくさんある場所まで軽トラで送ってくれたよお優しいね人生捨てたもんじゃないねうんあら まあ、まあ、なんかまあ田舎の方ってことなのかなだからねそのまあそのポツンとなんかそういう診療所みたいのがあってみたいなイメージはそんな感じだけどなんかまあいいエピソードじゃないですかだからねやっぱり優しいね、うん、その畑やってる人ってね、うんうん、でも今,今だからそういうのもなくなってきてるさやっぱそのあらその困ってるたまにほらあの。 故障してる車の人助けたとかってある中でこの間さこの車乗ってたら高校生ぐらいの子たちが56人ぐらい道端に座ってる子がいて自転車とか止めてね何だろうパって見たら電車頭から血流してるわけいやいやいいと思って俺「うわも通り過ぎてしまったからやばヤやバばや,ばやばと思って「どうしよう」って一応ミラー見てたらやっぱ何台か止まるわけさでもみんな行くわけでも心配なのそうそうで一応スマホ持ってたから多分「大丈夫です」って自分で連絡したかもしれんけど めっちゃ怖いやつさああいうの見たらただ止まったと俺どうすることもできんだろうなと思ったけどゾワゾワってはするするする心配だった何があったんだろうっていうねちょうど川あたりでし川たりちょうどぐし川と沖縄城さんぐしあたりでしたね本当に俺事故あれ見たんかその前車走ってるでしょその後ろになんか V100 みたいなバイク が走ってて、その分野で多分よそ見したんだ。後ろにバーンぶつかって、うわ怖い、後ろのガラスパシャン。うわ、それ俺じゃないよな。お前じゃない。おもやったんかい。いや、やったことないけど、い、るな、そういうのあるな。大丈夫かと思って、もうその瞬間見たから、したでもへらへら笑ってたから。完全にこいつ脇見だわけよ。無敵企画にじゃ、隣にもう一で走ってるから、これしゃりながらみたいな感じ。もうダメよ、そういうのやっちゃう、本当に危険ですよ、皆さん。もうダメですよ、もうちゃ。 はい、時間あるかな、うんえー、ここまでいけるかな小松菜おいびいびんということで今ゲームにはまってるということで、うんえー、プロ野球ライブ2022ってオンライン野球ゲームということなのでねえっとようあれですね 最低でも自分以外3人必要みたいなので僕を見つけてくださいっていうゲームするきにこの番組の何回も聞いてるかなわかんないですけど野球だけは本当になんですよそうですね申し訳がないですね。ていうことなのでまあ逆になんかハマってるゲームはありますかっていうことですけどなんかありますゲームンとかだったらやりますよも。 特に僕は今最近ゲームやってないですでも前よりなくなったな。ゲームうん、やんくなって俺もあんなにゲームやってたりやらんよらねんマジなんか疲れたのかなちょっとだけ大人になったんだな,ってかないやまあゲームやってる人が子供とかじゃなくて、ねうん <laughs> 大変だ。<laughs> いろんなフォロー。喋 <laughs> <laughs> らんくなるっていうね。<laughs> そうだね。うん、はい、ありがとうございます。いますはい、A、番組へのメールまだまだお待ちしております。メールアドレスすべて小文字で P. W. A. アットマーク R. O. K. I. N. A. W. A. ドット C. O. ドット J. P. までよろしくお願いします。うんはい、ゆうすけさん、こうへいさん、あきのりさん、こんばんみそ。わみそ。百六番、みそ煮込みスキーです。はい、よろしくお願いします。サニーレタスもらったエピソードはないけど。 去年の秋、見知らぬおじいにかぼちゃもらったエピソードはあるよ。えい怖い話ではないんじゃない田んぼの真ん中にある人間ドックに行ったら <laughs> 帰りバスが、ま、田んぼの真ん中にある人間ドックって何なんだかやだな、怖いな、怖いな、怖いな、分かんない。だ,だって帰り、バスがなくて仕方なく歩いてたら畑から。 声かけられてかぼちゃと鶴紫をもらったんです。なんだかやだない怖いなだって紫なんですよ本当に <laughs> しかも膝が悪いのに気がついて。 バスがたくさんある場所まで軽トラで送ってくれたんですいやめっちゃ優しいなんだかやだないい、ね、だってこの車に乗るともしかしたら私は違うところに送られるかもしれないじゃないですか、うん、着いたんだろうはい <laughs> 返事しよった人生捨てたもんじゃないよね <laughs> <ー>いやめちゃくちゃいい話なんだけど 怖。こわもっと爽やかな音楽流した方がいいよ。怖。何これ？バタフライとか流した方がいいよ。待え、別にコミスキーさん、え、大丈夫ですか？命とかあります？大丈夫ですよね。<laughs> うん、なんか、なんかその読みの国見たみたいなことですかね、うん？確かに田んぼにある人間どっかおかしい話。ああ、待って怖い怖い言わないで怖い怖い怖い言わない。<laughs> 怖い怖い。え、田んぼの？え、真ん中にある人間。ああ、どういうこと怖い。ああ、怖い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 。ああ <laughs>、もう終わった話。<laughs> <laughs> お前が話してただ。<laughs> 誰が読んでたん <laughs> いろろ <laughs> <laughs> いいっやまあまあなんかや優しいいいエピソードなんだろうなと思うんだけどいやこれはな,あなんかでもこういうのになんかさ裏に隠れてるんじゃないかなと思ってうこういういいエピソードっぽいけど実は何かを暗慮してるというか<笑><笑>このケトラが実はみたいなこれミソ煮込み好きだっけはいみそ煮込み好きです。 なななないいいい人で判断するんだったお前道徳の時間習っただろ、うん、もう人で判断してる <laughs> こういう場合は <laughs> <laughs> ないない <laughs> いやほんともしかしたらかぼちゃとこの鶴紫がもしかしたら特殊で <laughs> デイジコのかぼちゃ 種が多いかもしれない。<laughs> 迷惑です。<laughs> 身を多くしてください。<laughs> 種なしが流行ってる中、お前<ょ>種多めとかや。ちょっとでも、かかお前。かぼちゃそつる紫もらっただけで膝が悪いの気づかれるって。相当膝悪かったんだろうな。なった時に。<laughs> え、なったんだ。<laughs> 変な声出たんだ。ちょっと重い。そら軽トラで送るわ。 2台 <laughs> でしょ。<laughs> しょ <laughs> 野菜かよ <laughs> はい。まあでも人生は捨てたもんじゃないってことはあったんでよかったことです。うん、はい。メールありがとうございました。まえ番組へのメールまだまだお待ちしております。メールアドレスすべて小文字で pwa アットマーク r o k i n a w a ドット c o ドット j p までよろしくお願いします。えそしてですね、えー、来週また放送ありますけれども。 来週の放送コーナー名言プラスアルファのコーナーがあります。はえちょっといつもとは思考を変えまして。何何？えお題。あロミオ。あなたはどうしてロミオなの？あら。ロミジュリのあの名言ですよ。はいありますね。うん。今回は丸丸を変えるんではなく、それの返事をしてほしいと。おおなるほど。答えてほしい。あロミオ。あなたはどうしてロミオなの？なるほどね。それはね。何何何何とか。なるほど。うん。これいいじゃない。ちょっと楽しみですよね。はい。ちょっと。 あれが強めの大喜利が強めの話でございますね。はい、ぜひ送ってきてください。お願いします。そして月一の楽しみ、暗黙の業界があります。はい。ええ、今回はどんな業種なんでしょうか。楽しみにということです。はい。また、あの、番組ね、あの、ラジコでも一週間聞けますんで。ええ、また聞き直したいという方、はラジコで聞いてもらって。はい。またポッドキャストも、サブスクでも聞けますんで。たくさん聞いてください。ぜひ。よろしくお願いします。はい。このもんすかね。うん。はい。ということで、皆さん、今日も一時間お付き合い、ありがとうございました。 ピープルウェーブプラスアルファ。お相手はゴリラコーポレーションセナ、ね、ハイですけど、おはやでした。また来週お会いしましょう。さよなら。はこの後は秋のりのコーナー。はーい、お願いします。<coughs> 秋のりです。よろしくお願いします <coughs> <coughs>。どうも、ただの秋のりです。公共交通機関を使って帰っていく道順のエイサー隊。家まではいや、タクシーハイヤー。<coughs>